山本周五郎作万太郎船朗読その第一回第一章。これがお約束の百両です。ありがとう。改めて見てください。確かに百両ございますね。25両の包みを4つ、万太郎が正直に一つ一つ数えるのを待って、二兵はキセルの吸い殻をはたきながら、その百両をお渡し申すについて改めて申し上げますが、これが長崎屋のご身代の最後の金です。もう一部の金の出どころもございません。どうかそれをご承知の上お持ちくださいまし。これでおしまい。この百両でもうあとは何にもないのかい？ございません。ねっきりはっきりお使いになりました。へえ、そいつは知らなかったね。これまでに何度もご意見を申し上げましたけれども、あなたはどうしてもお道楽がやまない。ないが意見の総じまいだと申しますが、これであなたも少しはお考えが変わるでしょう。この百両を使い果たして、ああ間違っていたとお気のつくことがあったらここへ置いてください。その時は改めてご相談に乗ります。そこにお気がつかず、いつまでも気違い沙汰のお道楽に凝っていらっしゃる間は、失礼ながらどうかこの家へおいでくださるな。これは今はっきりと申し上げておきます。待ってくれ。そう矢継ぎ早に突っ込まれたはわけがわからないよ。一体それはどういう理屈なんだい？若旦那。二兵はひょいっと目を上げた。あなたは大旦那のお亡くなりなさった年を覚えていらっしゃるか？知っているさ。安永2年の5月だった。それから何年経ちます？今年が6年だから3、4、5と丸4年になるだろう。それがどうした？ふっくらとした色の白い顔も、静かな澄んだ層の目も、よく言えば汚れのない、悪く言えば間の抜けた感じである。二兵はその目を強く見入りながら、長崎屋といえばお膝元の船大工の中でも3番と下がらぬ店でした。職人の80人は絶やしたこともなく、お上の御用まで務めた立派な棟梁でございました。それを大旦那が亡くなってから4年の間に、あなたは釜の下までさらうように使い果たしておしまいになった。子飼いの職人も一人残らず、ちりぢりバラバラ。相川町から玉井町へかけての地面も140、150件あった家作も、船大工にはなくてはならない貸し割りの株も、あなたの気違いじみたお道楽のためにすっからかんになくなってしまいました。そいつは言い過ぎだ。気違いじみた道楽というのは言い過ぎだ。私は船大工のせがれとして自分のすべきことを。ようございます。言い過ぎなら言い過ぎとしておきましょう。二兵は二べもなく遮った。それについて今さらとやかく言うつもりはありません。私は12の年に長崎屋へご奉公に上がり、30の年にこうしてここへ家を持たせていただきました。みんな大旦那のおかげで、のご恩のほどは海山にも例えることはできませんが、このままではあなたのお目の覚める時がない。大旦那には申し訳ありませんが、私はもうあなたのご面倒を見ることはお断りです。どうか心を入れ替えて、これから真面目にやり直す。間違っていたとお気のつくまでは、家おいでになるのをやめてくださいまし。そうか。黙って聞いていた万太郎は、やがて大きくうなずきながら言った。そうか。よくわかった。
私のしていることが間違っているかどうかはいずれ時が来ればわかるだろう。どうも長いこと迷惑をかけてすまなかった。じゃあこの金はもらっていくから。お待ちください、もう一つお話がございます。二兵衛は下から万太郎を見上げながら、あなたとご縁談のできていた佐野省のおゆきさん、あれも破談になりましたからご承知おきを願います。ほう、あれが破談になったのかい。長崎屋のお棚があの通り、あなたも末の見込みがないというので佐野省から破談のお話がございました。稲屋を申す余地がございませんから一存でお受けをしておいたのです。ご依存がございますか。第二章。ご依存がございますか。万太郎はひょいっとつぶやいてみた。なるほど、そう言われてみれば依存の言える身の上ではなさそうだ。二兵衛がそういうのも無理じゃないよ。深川冬木菓子の二兵衛の家を出ると、外は夕焼けの赤い黄昏の街だった。万太郎は菓子に沿って歩きながら4年間の越し方をぼんやり思い返してみた。彼は深川松川町の長崎屋万助という江戸でも指折りの船大工の家に生まれた。小さい時から細工物が好きで、仕事場へ入ってはのみを手に木切れでいろいろのものを作るのが何よりの楽しみだった。そしていつかしら作るものが船だけに決まったのを見て、父親の万助は非常に喜び、こいつはいい二代目だ、今にきっと長崎屋の名をあげるぞ、そう言って自慢の種にしていた。事実その通りだった。長崎屋という大統領の子でありながら、十三歳の頃から彼は職人たちと同様に仕事場で木くずだらけになって働き出した。そればかりではない、職人たちが決まりきった仕事を決まりきった順序でやっているのに反し、彼は絶えず何か新しい工夫を考え出した。平底船のへさきを丸くして安全率の高いものにしたり、早船の水切り、減速の羽を広げて速度を大きくしたり、舵の切り方を変えて天打の効果を強めたり、実地の役に立つ工夫改良を次々と考案した。ところが安芸2年の5月、父親の万助が死ぬと間もなく、彼はだんだん仕事場から遠のき出して、一日中ぼんやりとなすこともなく日を暮らすようになった。一体若旦那はどうしたんだい。全く人が変わったようだぜ。昨日も貸しっぷちで一日一時度を決め込んでたようだ。周りの者はそんなことを言っていたが、万太郎はその時新しい船の考案で夢中になっていたのである。新しい船といってもこれまでのような形の工夫ではない。人間の力や風の力によらないで船を動かそうというのだった。つまり炉や貝やこの他にもっと早く、しかも波や風を乗り切って船を動かす方法を考えていたのだ。ある時彼は幕府の砲術家が石川島で大筒の射撃演習をするのを見た。大砲を撃つと弾が飛び出して、同時に砲身が激しく後方へ反動を起こす。こいつを繰り返し見ていた万太郎は火薬の力の大きさに驚くとともに、もしもあの力で船を動かすことができたら、ということをひょいと思いついた。万太郎は家へ飛んで帰ると、すぐに冬木菓子の二兵衛を呼んで資材を話し、金の調達を頼んだ。二兵衛は長崎屋の子飼いの職人で、
腕を見込まれて30の年に自分一軒の仕事場を持たせてもらい、当時はもう一角の棟梁株になっていたし、万太郎の貢献を頼まれて万助亡き後の財産管理のような役を引き受けていた。二平は話を聞いて初め強く反対したが、万太郎はそれを押し切った。船大工で貯めた金を船の工夫に使うのは当然だ。たとえ家を裸にしても成功すればお父っつぁんは褒めてくださるに違いない。道理は通っているからそう押して言われると、それでもいけないとは言えなかった。二兵の負けで万太郎はいよいよ新しい工夫に乗り出したのである。何しろ大筒の原理を船へ利用しようとするのだから、仕事の難しさもさることながら、金を使うことも大きなもので、2年足らずの間に3000両というものが消えてしまった。無論二兵はその間に随分意見をしたが、万太郎はまるで耳にもかけない。それで一策を思いついた二兵は、中洲に店のある海鮮丼屋佐野屋庄左衛門の娘でおゆきという16になる評判の小町娘を万太郎の嫁にもらいたいと話を進めた。佐野省も指折りの資産家で、商売柄前から長崎屋とは関わりがあるし、先方でも万太郎のことは知っていたので、縁談はめでたくまとまった。これでよし、女房が決まればつまらない道楽もやむだろう。二兵はそう思って一安心した気でいた。ところが万太郎は少しも変わらなかった。婚礼はこの工夫が成功してからだ。そう言って相変わらず夢中で工夫に打ち込んでいた。こうして丸4年、ついに二兵から今日縁を切ると言われるところまで来てしまったのである。まったく二兵や佐野将が見切りをつけるのも無理じゃねえかもしれねえ。我ながら今度の工夫は未だに目鼻がつかねえんだから。そうつぶやきながら歩いてゆく。万年町の船入り堀の方へ貸しっぷちを曲がった途端に、夕焼けの赤い空を切ってブーンと何か飛んできたかと思うと、万太郎の横顔へいきなりそいつがパシッとぶつかった。第3章。おっ、いて。びっくりして立ち止まる。万太郎の足元へはらりと何か落ちた。見るとそれは竹とんぼだった。なんだ、竹とんぼかと拍子抜けのした気持ちで拾い上げるところへ、向こうから8つくらいになる子供が走ってきた。おいおじさん、痛くしたかい。痛くはしねえがびっくりした。これはお前のかい。おいらんだ。子供はクリクリとした目を上げて、おいらが自分でこさえたんだ。仲間で一番飛ぶんだぜ。どのくらい飛ぶかおじさん見たかねえかい。そうさな、見たかねえが、おめえ見せてんなら飛ばしてみな。ふん、あんに着せるようなこと言うぜ。子供はペロッと手のひらをなめると、竹とんぼの軸を両手の間に挟み、くるくると調子をつけながらぐいっと空を睨んだ。いいかい、飛ばすぜ。空という声とともに小気味のいいうなりを立てながら、竹とんぼは子供の手を離れて勢いよく夕焼けの空へ舞い上がった。自慢したほどあってそれは実によく飛んだ。ほとんど蚊のように小さく舞い上がり、静かな南風に吹き流されて20軒ばかり向こうの道へひらっと落ちてきた。するとそれをじっと見ていた万太郎が、ほっと低く口の中で声を上げた。どうで、ちょっとしたもんだろおじさん。子供は万太郎の声を感嘆されたものと思った様子で、得意になって竹とんぼを拾いに走っていった。
万太郎は子供が戻ってくるのを待ちかねて、坊や、それをおじさんに売ってくれねえか。お金は欲しいだけやるぜ。売ってくれ、いいだろう坊や。そう言いながら懐を探る。二兵の手から受け取ってきたばかりの金の包みを破いて小判を一枚取り出すと、これだけやる。買ったぜ坊や。あっけに取られている子供の手へ金を握らせて竹とんぼを取ると、まるでつきものでもしたように走り出していた。子供はポカンと口を開いてその後ろ姿を見送っていたが、手の中の小判を見るとさすがに子供である。急に仰天して何かわめきながら裏町の方へつぶてのようにかけていった。竹とんぼ一つを一両で買った万太郎は何を思いついたのであろう。まっしぐらに松川町の家へ帰ってくると、そのまま船おろし場へ出て行って竹とんぼを流れの中へ入れながら食事も忘れて何か考え始めた。それから二三日というものは自分で大小幾十となく竹とんぼを作り、こいつを流れに浸してはにらみっくらぼしていた。広い家の中に住む者は万太郎を一人、食べ物を近所の仕出し屋から運んでくるほかは訪れる人もなく、江戸中に名を知られた長崎屋の建物も今はガランとして化け物屋敷同然だった。月のいい晩だった。いつもの通り船おろし場へ高張提灯を二つ持ち出して次々と竹とんぼを流れに浸しては何か考えていると、右手の空き地へ誰か人の入ってくる足音がした。今自分誰だろう。そう思ってひょいっと振り返ってみると、空き地を降りてきた人影がそのままずるずると水際へやってくる。紙でも捨てに来たのかと見るうちに、それがすいっと川の中へ足を入れずんずん前へ出てゆく。水は膝を浸し腰を越えた。万太郎にはまだ何をしているのかわからない。まもなくその人影は深みへ出たと見えてずぶりと水の中へ沈んだ。あっ、身投げだ。そう気がついたのは一度沈んだ頭がひょいっと波の上へ浮かび上がった時である。万太郎は反射的に川の中へ飛び込んだ。第四章。冗談じゃねえ、本当に死ぬ気だったのかい。死ぬつもりでした。助け上げたのは娘だった。大して水を飲んだわけではないが、話のできるようになるまでには半時余りもかかった。さて、安頓を中にして向き合ってみると目鼻立ちの整った素晴らしい器量である。26という年まで女というものに興味を持ったことのない万太郎が、これは美しいと思ったくらいだから、くだくだしく説明するようはないだろう。万太郎はそう思うのと一緒に、これは色恋の果ての身投げだなと推察した。一体どうして死ぬ気になんぞなったんだ。万太郎は貼り合わせの男物の浴衣を着てじっとうつむいている娘のぬめのような襟足を見ながら言った。こうして私が助けたというのも何かの縁だろう。死ぬ気になった訳を話しておらんよ。どうせついでだ、私で足りることなら力になってあげようじゃないか。ありがとう存じます。でもざっくばらんに聞くけれど、金かい、それとも色恋かい。まあ、娘はふっとつぶらな瞳を上げて万太郎を見た。そして静かに頭を振りながら、違います、
そんなことではありません。金でなし、色恋でなしとすると、私行くところがないんです。というと？混じり気のない万太郎の気持ちが分かったのであろう。娘はぽつりぽつりと拾うような口調で身の上話を始めた。娘の名はお寿恵と言った。葛飾在の百姓の娘で、12の年に深川佐賀ちょぼの猿大和金土の店へ奉公に上がり、駒使いとして6年の間働いていた。ところが年頃になるとともに、そういう身分で美貌の者にありがちな災いが起こってきた。その家のせがれで平吉という野良息子がお寿恵に目をつけ、蔵前で袖を引いたり文をつけたり、しまいには力ずくでかかり祖母にさえなった。6年も働いたご恩のあるお棚ですけれど、娘はその時のことを思い出したように美しい眉を潜めながら言った。それ以上いては若旦那のためにもならず、私の体も心配ですから思い切ってそっと抜け出しましたの。無論だとも、いることがあるものか。そして葛飾の家へ帰りましたら、家はすっかり荒れ果てて誰もいません。近所で聞いてみましたら、おととしの冬、お年貢が納められないために一家揃って雪がたし列になったというんです。おめえさんに知らせはなかったのかい？ありませんでした。娘はそっと目頭へ袖を当てた。きっと私に心配をかけてはいけないと思ったんですわ。父は気の弱い人ですから。それで親類か何か？親類も縁者もいませんの。家はもともと奥州の方から移ってきたのだと聞いていました。仕方なしにまた江戸へ戻ってきたのですけれど、あのお棚のことを考えると、二度とよそへ奉公に上がる気にもなれずと言って、どこにも頼るあてはなし。もう生きているのが嫌になって。そうだったのかい。万太郎は深く感動させられた。人生はいろいろだ。これだけの美貌に恵まれて、普通ならどんな面白い世間でも見られそうなものなのに、この娘の場合にはそれがかえって身の仇になっている。人の巡り合わせほどわからぬものはないと万太郎は初めて世の中の厳しさの一面に触れたように思った。一体その佐賀町の店というのはどこだい？それは申し上げられませんわ。若旦那の恥を話してしまったのですもの。私にはつらいお棚でしたけれど、でもやはりお世話になったご主人のお棚ですから、店の名を言うことだけは堪忍してくださいまし。いいことを言うね。けじめの正しい娘の言葉に万太郎はもう一度深く心を動かされた。うつは聞く私の方が悪かった。では改めて相談だが、私が大丈夫という家を世話したら奉公に出る気があるかい？でも家もなく身寄り頼りがないとすると、どこか固い店へ奉公に出るほかはないだろう。私が一人者でなければここにいてもらってもいいんだが。おいてくださいまし。娘はすがりつくように言った。ここへおいてくださいまし。煮炊きでもお洗濯でも何でもいたします。お願いですからここへおいてくださいまし。第五章。葛飾郷里砂村神殿の地外れ、中川の海へ注ぐ河口寄りに、元漁師の船小屋に使っていた古い大きな建物がある。その建物も買い取って少しばかり手入れをした上、ささやかな家財を持ち込んで、若い男女の一組が住むようになってから三月ほど経った。若い男女とは言うまでもなく万太郎とお寿恵であった。娘の哀れな身の上を聞いた万太郎は、どうせ自分も
当分は世間と縁のない体なので、少しでも生活費を切り詰めるため、一つには邪魔の入らない場所でゆっくり仕事がしたいと思ったので、あれからすぐにこの家を探し、松川町を引き払って移ってきたのであった。周りは一面の芦原、ところどころに小松の林があって、白鷺が翼を休めている景色など見ると、江戸からひとまたぎの場所とは思えないほど寒弱なものを感じた。万太郎は一日いっぱい仕事場にこもりきりであった。貧しい食事の前夜、差し向かいになってもほとんど打ち解けて話をするようなことはない。お末にはそれが物足らぬ様子で、随時縫い針のひまひまにはどこか遠くを見るような目をしてはため息をつくことが多かった。5月の末に移ってきて、6、7、8月と自然はようやく秋に入りかけた。お前さん寂しそうだね。あるよ、夕食の膳に向かった時、万太郎がふと目を上げていった。こんな芦原の中の一つ屋だから寂しいことは当たり前だが、そろそろ江戸が恋しくなったんじゃないのかい。気が変わって奉公するつもりが出たら江戸へ送ってあげるよ。そんなことに遠慮はないんだぜ。江戸へ帰りたいなんてそんな気持ちは少しもありませんわ。だって時々ため息なんぞついているところを見ると、私はお前さんがかわいそうで胸が痛くなる。私の仕事はいつになれば終わるというものじゃないんだ。私に付き合うつもりなら考えなくちゃいけねえぜ。一つだけ伺いたいことがありますの。万太郎の言葉にはかまわず、お寿恵は思い切ったように聞いた。お仕事のことだけは口出しもしないつもりでいましたけれど、あなたの苦心していらっしゃるご様子を見るたびに、私胸が苦しくなってどうしようもなくなるんです。いやだね。珍しくも万太郎が笑った。お寿恵のため息を聞いて、彼が胸に痛みを覚えると言ったその口の下から、今度はお寿恵が彼の苦心の様を見て胸苦しくなるという。それじゃあ五分五分じゃないかと言おうとして、万太郎は慌てて笑うのをやめた。急にお寿恵が泣き出したのである。どうしたんだお寿恵さん。私、あなたがお気の毒で。気の毒だって？私が気の毒だって言うのかい？そうですわ。娘はそっと涙を抑えながら、私、助けていただいて、松川町のお家にいる間、ご近所の噂であなたのことをすっかり伺ったんです。どんな噂を聞いたんだい？冬木菓子の二兵という人のことですわ。二兵のこと？万太郎は妙なことを言うと思いながら、二兵がどうしたって言うんだい？冬木菓子は腹黒い人で、あなたが船の工夫に凝って世間のことを知らないのを幸い、長崎屋のご寝台をすっかり自分の懐へ入れてしまったと言うんです。バカな、バカなことも言うものじゃない。いいえ、バカなことじゃございません。お寿恵は強く頭を振っていった。冬木菓子さんが本当にあなたのためを思う人なら、あなたをこんなご心証にしないうちに何とかしているはずです。口で意見を言うくらいは他人同士でもすること。心底お棚のため、あなたのためを思うなら、口先だけの意見でなく、もっと本当に役立つ手立てがあったはずです。それなのに二兵という人は忠義らしいふりをして、実際はあなたのおっしゃるままに金を使わせ、ギリギリ決着まで追い込んでしまったんです。地面を売った、家作を売った、株を売った、売ったことは確かでしょうけれど、売ったお金の半分は冬木菓子の人がごまかしたのだと言いますわ。
お寿恵はそう言って近所の噂の出どころの確かさを数え、うろんだと思うなら地面火作の飼い主に当たってみるがよいとまで言った。第6章。そうかもしれない。これが長崎屋の寝台の最後の金だと言って100両を渡された時、いやそれより前にも時々二兵のやり方に疑念を持ったことがあった。しかし疑念を持ったとしても、その時ふっと心をかすめたくらいのもので、彼にとっては心臓の船の方が重大だった。二兵のことなどはほとんど考えるいとまもなかったのである。お寿恵さん、万太郎は座り直して言った。おめえがそういう噂を聞いて私のために悔しがってくれるのはありがたいけれども、そいつはやめておくれ。もし二兵が本当にそんなことをしたとしても、それで私が気の毒だという考えは間違っている。万太郎は気の毒どころか幸せな人間だぜ。そうおっしゃられると余計悲しくなりますわ。いや負け惜しみじゃねえ。証拠を見せてあげるからおいで。いいから一緒においでよ。出たばかりの月が足腹いっぱいに淡い光を投げていた。湧くような虫の音の中を河口の方へ三四十軒行くと、五六本小松の生えている右側に小さな小屋がある。万太郎はお寿恵に提灯を渡して小屋の戸を開け、中から畳一畳ほどの小さな平底船を引き出してきた。さあ提灯を持ってこれを見てくれ。お寿恵はそばへ寄った。この船の下にあるのを何だと思う？竹とんぼの大きいのみたいですわね。そうだ、竹とんぼなんだ。万太郎は静かに言った。私は船を漕ぐのに炉や貝や帆ではなく、もっと早く、そして波や風を乗り切って動かすことのできる方法を工夫していた。そしてある時、大筒の射撃を見ているうちに火薬の炸裂する力の強さを船に用いてみたらと思いつき、長いこと苦心してみた。ところがこの夏の初め、ふと子供が竹とんぼを飛ばしているのを見たんだ。竹とんぼが舞い上がるのは反対に反りを持った左右の羽が空気を切るからである。もしそれで水を切ったらどうなるだろう。少年の頃には自分でも随分おもちゃにしたものだが、その時子供の飛ばしている竹とんぼを見て、ふとその原理に思いついた彼はすぐにそれを買って帰り、隅田川の流れに浸して実験してみた。そして竹とんぼの羽が広ければ広いほど、またその左右反対の反りが大きければ大きいほど強く回転することが分かった。流れる水で回るのを逆に竹とんぼを回せば、つまり水を切って前へ進むことができるわけだ。もし船の後ろへ取り付けて回転すれば船が動くに違いない。私は火薬の炸裂する力で動かそうとする工夫をひとまずやめて、すぐにこっちの工夫にかかった。でもどうしてこの大きな竹とんぼを回しますの？それだ、いろいろやってみたが直に手で軸を回すだけでは力が足りない。そこでろくろを思い出した。物を釣り上げるにもろくろでやるとわずかな力で重いものが上がる。その理屈を使って5つの歯車を噛み合わせる工夫をした。見てごらん、それがこの船だ。提灯の光でお寿恵が見ると、その船の友には手回しで5つの歯車の回る仕掛けができていた。さあ動かしてみるぜ。万太郎はくるっと裾をはしょると、小舟を水の上へ押し出して乗り、取っ手を握ってカラカラと
歯車を回し始めた。船は動き出した。月光の砕ける川並みの上を、はじめは徐々に、次第に速く、流れを横切ってかなりな速度で走り出した。まあ、お末は思わず短小の声を上げながら、目も離さず船の行方を見守っていた。万太郎はすぐに船を戻してきた。見たかい、お末さん。彼は船から飛び上がっていった。そして感動のあまり、声を上げることも忘れた娘の顔を力のある目でじっと見下ろしながら、これはほんの試し作りだ。この歯車では少し大きな船は動かせない。もっともっと強い力でこの軸を回す工夫が必要だ。本当の仕事はこれからだ。けれどもとにかく私の工夫はここまで成功している。もし二兵が私を騙し長崎屋の身代を横領したとしても、その金は使えばなくなってしまうものだ。お末さん、私は船大工だ。あっしにとって一番大事なのは金じゃねえ、仕事だ。この新しい船を立派に作り上げることの方が、10万20万の金よりあっしには大切なんだぜ。第7章。わかりました、よくわかりました。本当にわかったかい。気の毒なのは私じゃねえ、二兵の方だということがわかったかい。わかりました。そして言いかけてふとお末は何か口ごもりながら黙って男の目を見上げた。それから四五日したある夜のことだった。夕食の後で歯車船の小屋へ出かけた万太郎が、提灯の光でコツコツ仕事をしていると、ふと遠くから鋭い女の叫び声が聞こえてきた。立ち上がって耳を澄ますと、また一声。しかも、それは自分の家の方角である。お末じゃないか？そう思うより早く、提灯を手に、彼はダットのごとく駆け出していた。三四十軒を一走りに、どうかしたかとわめきながら、ぬれ縁へ飛び上がって、しょぼちぼを開けると、部屋の中では三人の若者が、今しもお末を手ごめにしようとしているところだった。こいつら、何をする？叫び様一人を蹴倒し、一人の火花を突き上げ、素早くお末を助け起こして背に囲った。不意を食らった三人は、度肝を抜かれて飛び下がったが、万太郎はその中の一人を見つけて、お前は平吉とびっくりして声を上げた。冬木菓子の二兵のせがれで平吉。万太郎より三つ年下で手のつけられぬ野良息子だった。お前、ここへ何しに来た？しらばっくれるな。平吉はふてぶてしく肩を揺り上げて。俺は女房を迎えに来たんだ。自分の女房を迎えに来たんだよ。女房？どれがお前の女房だ？そこにいるおゆきさんよ。海鮮丼屋佐野省の小町娘。おゆきさんはおいらの許嫁だ。許嫁は女房も同然だ。散々探し歩いてやっと見つけたから迎えに来たんだ。おい万さん、こう聞いてもおめえ文句があるか？万太郎は愕然と立ちすくんだ。この娘が佐野省のおゆき？あんまりいきなりな話で彼にはどう解釈することもできず、救いを求めるようにお末の方へ振り返った。するとその目へ全身を投げかけるように、万太郎さん、堪忍してくださいと娘が必死に叫んだ。あなたと許嫁の約束が破談になり、すぐ後で冬木菓子から
縁談があったんです。でも私の心はもうあなたのものでした。だから私は。急に万太郎はすべてを理解した。すべてがはっきりしてきた。二兵のからくりが今こそ裸になった。それを彼女が知っていたのは噂を聞いたためではなく、彼女が佐野将の娘だったからだ。そして彼女は娘らしい思い詰めた知恵で身投げのまでまでして彼の腕へ飛び込んできたのだ。わかった。もう何にも言わなくてもいいぜ、おゆきさん。後のことは私が引き受ける。万太郎はそう言って振り返った。平吉、改めて言うが、おゆきさんと私とは2年前からの言い名付けだ。今お前も聞いたろう。私の心はあなたのものでしたと。おゆきさんの口からはっきり言っている。これを土産に帰ったらどうだ。洒落たことを言うな。来たからには腕ずくでも連れて帰るんだ。やっちまえ。平吉が歯をむき出して叫ぶのと一緒に二人の若者が猛然と飛びかかった。しかしいずれも金で買われた男たちが全身憤怒に燃え上がっている万太郎とは勝負になるはずがない。ほとんどあっという間に二人ともバリバリと障子もろともぬれ縁の外へ叩き出された。それを見た平吉は、無論自分でかかる勇気はない。注射は覚えていろ。決まり文句を言うのが精一杯で、マリのように足原の彼方へ逃げていった。身をおののかせながらすくんでいたお末、いやお雪は、万太郎が続いて後から飛び出して行こうとするのを見てびっくりして袖に飛びついた。万太郎さん、行けません。待って。そうじゃねえ。追っかけるんじゃねえんだ、おゆきさん。万太郎は一瞬のうちにすっかり表情の変わった顔で振り返った。あいつらは今、鉄砲玉のように逃げていった。鉄砲玉のようにと思ったとき、ひょいっと気がついたんだ。私はこの前に火薬の炸裂する力で船を動かそうとした。いいかい、その炸裂する力で竹とんぼの軸を回したら、こいつだ。もしこいつができれば大きな船が動かせる。この工夫がつけばもっともっと大きな船が動かせる。まあ、すぐ始めよう、お末さん。仕事場へ明かりを頼むよ。あれだけの騒ぎをケロリと忘れたように万太郎は仕事場の中へ飛び込んでいった。お末。お雪はそっと万太郎の口まで押した。かりそめにつけたその名が今はなんとぴったり二人の生活に染み込んでいることだろう。おゆきはもう一度その名を口の内で真似ながら、いそいそと明かり暗灯をつけに立った。火薬の炸裂する力で竹とんぼの軸を回す。これは後世の内燃機関の原理と同じである。万太郎は果たしてどの程度までそれを実現することができたろうか。海から昇った月は今その新しい光でこの矢を祝福するように輝き出していた。山本周五郎作万太郎船、全文読み切り。短海昭和16年8月号より。